こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。チャンスオブセーナーです。カミカミ。よーし。あ、解読した文字186分の20。まだまだだね。そりゃ1パート分しかやってないからな。よーし。ここがね、植物園で、ここから外に出る。こちらが初めてなので、ここを探索します。で、そこら辺になんか石像みたいなのあったよね。特にないか。うん、これ帽子を見かけると真っ先に近づいていく。神、お祈り、あなた、私。はい。違う。え、これは何？何の像なの？え、神、お祈り、あなた、私。え、そんなこと言われたって。あ、カキカキだ。あ、なるほど、なるほど。目。あ、これ多分、見るだよ。これ見る。喋る？手を引くかな？こっちは握手ではないもんね。手を引く。抱きしめる。かな？あ、好き。好きがこれになるのか？助けて話すかな？すごい。これはわかんなくて、守る。あ、守る、こっちかな。わかんないな、まだ。よしよし。ここのはすでに知っている言葉だったけど、新しいね。考えの元になったわけだな。うわ、こっちも初めてだ。ちょっと待って。こっち側行って、こっち。こっちはどこに？あ、なんか宿舎みたいなとこに来た。あー、で、なんか、ベッド。あ、これ明らかにパズルだ。で、登るっていうのもあるんだな。これを？前後に引くしかできない感じかな。うん、そんな感じがした。で、こっちをとりあえず引けるように引いてみよう。となると、こっちかな。なんかチリンって言ってるな、そっちが。なんかあるらしいね、そこに。ここまで引いて、で、これ引っ張るパターンじゃない？引っ張って、チリンが気になるな。鳥の巣に鍵か何かあるんじゃない？これを戻す必要はあるのだろうか。微妙だな。この扉の先はいけないでしょ。で、からあの発射みたいなのは何だろうね。あれ、ここにあるからって上登れるわけじゃないんだよね。なら真ん中に、なんだ。チリンが気になるね。あれあれ、いけない。あー、そこまではいけないって。あ、これすっごい引っ張れる。知らんやった。あ、なるほど、なるほど。オッケー、オッケーです。こうやってこっちに全部引っ張るには、まずこれをなんとかしないといけないんだよね。だから一回せっかくこっちに引いたけど、手前側に持ってきて、これも持ってき、あ、これも持ってきて、これを一番左に持っていくと、いや違うか。ダメだ。これを先に引かないといけないから、これはやっぱり、こっちに持ってって、
先にこれは元に戻す感じで、あっちに置いて、あっちに置いて、これをずらして、ふんふんふん。で、これをずらして、これも、こっちにあって、これを手前側に引いて、うんうん。で、これだよ。これは別に戻す必要ないか。これを一回左に引いて、これとこれを一回またこっち側に、手前側に持ってきて、これ足場か棒か何か手に入れないといけないのかな。よし、これがここまで引けるようになりましたと。うん、よしよし。あ、棒が必要とか言ったけど、これを使うのか。まさに、なぜそこだけまっすぐ引けるようになっているかわからないけど、木の管理用なのかな。もしこれを持って、ここら辺用だと思ったよ。よしよし、やったー。ん、あ、何か手に入れた。あ、コインだ。キラキラしたものが好きなのかな。お、京都は神を求める、神は人民を守る。うんうんうん、守るであってそうだな。うんうんうん、はーい、大体意味はわかる感じ。よーし、じゃあこのフックも絶対後で使うと思うけどね。あ、ここにもフックある。何用だ。後で追加のアイテムが手に入るのかな。これはグニ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 、え、何のお店。あ、楽器屋さんですか。これ楽器だな、多分。楽器、うん。あ、日本語対応してるのありがたい。こんにちは。おおお、私は楽器を売ってますかな。あなたは守る、これを。楽器のなんか右側のやつだね。音楽とかかな。うん、はーい、私は売る楽器を、あなたは守るっていうか奏でるとかでもいいのかもしれないね。音楽かな、多分ね。複数候補をね、作っておいてもいいからね。守る、奏でるなど、あ、するっていうことなのかな。よしよし。ん？さっきので会話終わり？うん、あ、終わりだな。ふんふん、そういえば楽器のマークが、墓地の方にあったね。あ、これ繋がったな。これは、ポーションだなぁ。薬屋さんってことかなぁ。このね、受話器みたいなやつ。助ける系なのかなぁ、これ。ね。体を助けるっていうことだもんね。薬、ポーションなのかもしれないけど。ここもなんかあるぞ。鍵。鍵屋さんかなぁ。あれ？ろくろ回してるぞ。でも鍵のマークがついてたな、ここ。鍵屋さんだ。こんにちは。あ、これは、これは、食器とか壺とか、そこら辺かな。こんにちは。私は壺を売ってます。あなたは、
壺が欲しい？はい。あ、オッケー。これがこれで、楽器がこれ。あ、違う？あれ？他にもある、あ、これか。音楽がこれ、きっと。音、え、違うの？壺、あれ？え、これって言ってたよね、今。これだよな。あれ？これじゃないの？え、これが音、逆？違うね。いや、これは合ってる気がするんだよね。これが違うのかな？それっぽいのないけどね。薬、売る、お祈り、助けて、絶対違うよ。私は売る、あなたはこれを求める。ん？壺とろくろは違うの？作る、売るは違う。え？あれ？あれ？おや？あ、作る、あ、売るじゃなかった。作ってるんだ、この人たち。あー、適当にやったからちょっと悔しいけど、作るっていう意味だったんだ。これは音楽で楽器だよな。ふんふんふん。よーし。よしよしよし。すっきりかな。一応すっきりかな。これはつながるはず。よし、結構言葉は分かってきたぞ。話す、見る、薬、守る、奏でる、壺、鍵、喋る、話す、すごい、鍵、わからん。あ、これだよな。逃げる、登る、ここら辺全然だと思うな。あ、ここじゃなくて、あれ？ここも行けるっけ？チャシって言ったね、チャシって。あ、ここか。あ、あー、戻ってきた。あ、ここ、ん？あ、ここも入れるの？これどこ？前もこれでなんかよくわかんない動きしたよね。あ、で、コインを手に入れたな。何かいるんだったっけ、忘れちゃったなあ。なんか変な鍵あるところあったな、そういや。庭園ではなかった気がするけど、鍵あるとこあったぞ。どっかコインで開けられそうな錠前みたいなやつがあった記憶がある。建物内だったような気もするし、あの子供と追いかけっこしてた時に見かけたような気もする。あ、やった。あ、違った。これ何？これじゃないっぽい。これ何用の鍵だろう。こういうのじゃなかったんだよな。明らかに横一本線のやつがどっかにあったんだよ。音楽奏でてる人だね。うん。あれ、ここ入れるんだ。はい。こんにちは。私は音楽を奏でるのを見守ってますっていう感じだね。ここ何？なんて分かりづらいんだ。ああ、なんて分かりづらいんだ。何？あれ？これは違うな。いつか手に入れた鍵こんな感じの形だったよね。うん。無理。
気になる。忘れそう。メモも取るべきかと思ったけど、取ったところでだよな。はい。はい。あ、めぐむんだ。そうだ。鍵じゃない、めぐむんだ。どうぞ。あなたは塔の人、私は守る、奏でる。あなたを、あなたを見てるよ。あ、なになになに？あ、鍵、あ、壺のところに鍵があるって。やった、ありがとうございます。牧師を探しているのか。庭園に行くんだ。え、牧師は庭園を見守っている。あー、庭園のところに壺があるんだな、きっと。よしよしよし、進んだぞ。道忘れた。あ、たたた。半分壺と黒壺の間のしましま壺。半分壺、黒壺の間の、半分壺、あ、いや、半分壺、黒壺の間の、ないな。半分壺、ないな。魚？こんにちは。半分、あ、これじゃん、これだー、みっけ。よっしゃー、よしよしよし、この鍵発見。庭園の守りをしているって言ってたけど、鍵、こんにちは。うん、牧師がいないって言ってる感じだね。うん。え、鍵他にあったっけ？私が覚えている鍵の場所は、いくつかあるけど、これっぽい鍵はどこだ？あれ？あれれれれ。ふんふんふん。ここではなく、さっき見かけたよね、鍵。ここじゃないよね。なんか普通のストーリーの中でっていう感じじゃないもん、これ。でも一応せっかく近いしやってみよう。はい、これ、これ。違うらしい。違うな、これは。うん、なんだろう、もう最後あたりになりそうな気がするよ、これ。よし。鍵か。これなんだっけ？これもうやったやつだな。うん。やったやつ。教会内はなかった気がするな。よくわからない装置はあったけど、そういうシンプルな鍵穴はなかった気がする。あったらごめん。諦めて最終的に見つからないときは来よう、また。まあ、いっか。墓地のあれも気になるし、石像。鍵どこにあったっけな。墓地ではないと思うんだけどね。でも音楽の意味を知ったからな、私は。じゃあ、見る。見るなんだよな、これ。神を見るっていう意味？
神が神様じゃなくて牧師なんだよな。薬やはりわからぬ。戻ろう。ちゃんと解きたいよね、やっぱね。ここはまだとして、あ、そっか、ファストトラベルも疲れるんだよね、きっと。もうすごい地道に行っちゃってるけど。で、庭園と教会霊園ってなると、あれ？庭園方面かな。私の方鍵あったかな。でも牧師は庭園にいるよって言ってるからね、こっちの方かも。よいしょ。こっち、こっちだっけ鍵。あれで、こっちはこっちで、あれ？あ、そうよね。お店がいっぱいあって、あ、鍵こっちじゃないな。ここ鍵だと思ったけど違うんだよな。あれ？どこで鍵使えたっけ？で、戻っちゃうもんね。え？どこで必要だったっけ鍵。あれ、教会内だっけ。迷うな。まだ慣れてないからな。あれ、底辺の方あったっけ。右の方にあったような気もしてきた。ちょっと、あ、そんなことないか。迷子だ、迷子。牧師さん、これはあそこにつながるだけよね。うん、ここにつながるよね。あれ、教会だったっけ。あれ、右にあったような気もするな。あった。これだよ、確認不足。いや、猫がゴロゴロ言ってるよ。お、なんか良さそうなものがいっぱいあるぞ。あ、これはなんだ？薬。薬箱です。はい。お、なんだ？私はあれ、あ、私を見つける。私は神を見つける。私は霊園に行く。私は塔を通る。牧師さん。あ、これ霊園に使うやつじゃないか？うん。やったー。ね、レンズみたいなのあったもんね、確かに。あ、なんか考えてる。あ、あー、大事なものはこうやってメモしてくれるんだな。もう追加で見ることはできないのかな？お、さらに。これは薬です。薬、壺。壺はこれ。鍵は、これで。やったな、やったな。ちょっと待って、これに書いてあるやつよね、多分。私は見つける。これなんだろうね。これが追加されたんだ。これ、ふん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 。レンズ。私はレンズを見つけて、で、そのレンズを使って薬瓶か。うん。あ、レンズに神がいたって言ってたの？うん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 。霊園に行きますと。塔に行くっていうのはちょっといまいちわかんないけど、先に霊園に行ってから塔に行くよっていう意味なのかな。よし、じゃあなんか進んだところで、今回はちょうどいい時間なのでね、ここで終わりましょうか。
次回は霊園に行って牧師さんを見つけるのがさっくりいけば嬉しいですね。ではでは、今回はこれで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。